辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。電話とかメールで金額を聞いてくるお客さんに辻先生はどう対応していましたか？なるほどね、はい、電話とかメールでね、ダイレクトレスポンスやってるとそういう人がねたまに来るんですよ太陽光バブルの時なんかもうよう来てましたよ、はい、めちゃくちゃ来てました、うん、特に新築の家から、新築今度家建てるんでその太陽光発電の金額教えてくださいとかでもう来るんですよ。もうメールで来る方がしょっちゅう来てました、はい、メール相談いっぱい来てましたね。例えばこんな感じで来るんですよね。他社現在他社で太陽光発電の見積もりをもらっています。シャープでも一度検討したいので見積もりを出してほしいですみたいな、希望は1キロあたり、いくらぐらいですみたいなのが来るわけですよ。例えば、ちょっと太陽光発電ってその都市に応じて相場の平均価格っていうのが、まあ、ちょっとこう違うわけね。で相場の平均っていくらで出すのかっていうと1キロあたりいくらみたいな感じで出すわけですよ。例えば太陽光発電が、1キロあたり50万円が平均相場価格だったとしたら、3キロだったら 3×50 万で150万円みたいな、3キロの太陽光発電でいくらですかって言われたら、相場は1キロ50万円ぐらいだからだいたい150万ぐらいですよみたいな感じなわけね。4キロだったら、4号200みたいな、200万円ですよみたいな感じなわけね。でキロ50万円ぐらいが相場だって言ってるのに、その新築でそのメール相談してくる人は1キロあたり30万円でお願いしますとか言ってくるわけですよちょっと極端ですけどね、無理だからみたいなね、普通例えば3キロ、5キロで、キロ50万円だったら250万円でみんながそれ250万円で5キロの商品を買ってるのに、その方はキロ30万円って言ってるわけだから150万円で買いたいと言ってるわけよ。みんな250万円で買ってるものを150万円で買いたいってできますかとか言ってくるわけね。できねえからみたいないうわけですよ。まあそれは新築の家だからっていうのはあるのかもしれないけども、まあそういうのも除いてね、例えばインターネットでいっぱい検索してるんですと、そしたらネットの業者は今キロいくらぐらいでやってますと、キロ例えば、ね、40万円ぐらいでやってるんですと、でお宅はいくらですかと、でみんなの相場の平均がキロ50万円や言ってるのに40万円で出てるから あなたはいくらですかっていうふうに言ってくるわけよね、うん、もう完全にお金で値段の安さでしか判断しない客みたいな感じな場合、僕はどうするのか、全部断るみたいな全てシャットアウト、はい、なぜならその人は価格でしか見ないから、うん、でそういう人ってバカが多いからっていうふうに僕は言っています。はい、まあバカが多いんですよ嫌なやつが多いんですよねみたいなやたら偉そうな態度とかねやだなとか思う人がすっごい多かったです、そういう人に対して言えば。だから僕はもうそういうの全部却下、もう全部断ります。はい、僕が決めている鉄の掟っていうのがあって、買う時も売る時もバカとは取引しないっていうのが僕の中であるわけですよ。だからそんなバカとは取引したくないわけですね売りたくないわけですよ、もう売ったらんぞみたいな感じですよ。もうその月売り上げがなくても断りますみたいな、そこですね、断固拒否みたいな、歯を食いしばって断るみたいな。だから歯を食いしばってその安いところにね、自分が飛び込んでいくのかっていうとそうじゃないと、歯を食いしばって断るんですよ、そういうのは。じゃないと後でもうほんとめんどくさいことに巻き込まれるわけですよね、可能性めちゃくちゃ高いわけですよ。そうですよね実際トラブルになるお客さんってそういうお客さんばかりじゃありませんかみたいなで実際トラブルになってものすごいもう劣化のごとくを怒り出して、でお前こんなんじゃお前金払わへんぞとか言って言う人はどんな人でした？そういう人ですよねみたいなもう困るわそんなみたいな感じなんですよね、あとまあいくらなんでも安すぎるっていう場合ね、その例えば新築の家だから、まあ多分いろいろあるんやろうけど、そのねいろいろある中で安くなってるんだろうけど、それをその鬼畜の販売している僕たちのところに来ないでくれますみたいな。あとは例えば中国製とかの海外製のその太陽光パネルとその日本製の太陽光パネルを比較しないでくれますみたいな感じなわけで、どう考えても日本製が高いからみたいな、海外製安いに決まってんじゃんみたいな感じなんですよ。太陽光発電ってそうなんですね、海外製は安いんですよ、で日本製は高いんですよ。なのに海外製を持ち出してきて、どこどこ製はいくらだったぞと、だからお前んとこもいくらでせえやっていうふうに言われるわけで、もうそんなん言われた瞬間僕はもう全部断ります。はい、もう断っちゃいますね
うん、だってもうそんなもう本当ね、僕も昔やったことありますけど、本当ね取れなかったです。はい、すっごい激安価格を出してきた、出したのにもかかわらず取れなかったっていうのもあるし、で逆に取れたお客さん、取ったお客さん、激安で取ったお客さんっていうのはもう後々変なことに巻き込まれるんですよ。その設置した直後じゃないんですよ。設置した直後もあるんですけど、2年後とか5年後とかに言われるわけですよ。めちゃくちゃめんどくさいですからね。すげえ鬱陶しいので、もうそんなんはもう僕は全部断るようにしています。はい、もうなぜならトラブルになるものとか多いからですね。だから断る強さを持ちましょうみたいな、嫌われる勇気じゃないですけど断る勇気を持てみたいな感じなんですね。だから僕は高飛車ぐらいでちょうどいいというふうに思っています。うん、で特に当時ですけど、その新築で太陽光発電を設置する場合、太陽光の価格ってアホみたいに安くなっている場合が多いわけで、うん、まあそれは多分価格の操作っていうか、その太陽光の金額をものすごく安くして他の部分で取ってるんかもしれないし、まあわからないですけど、でもハウスメーカーさんからしたら太陽光発電ってオプションなわけだから、そんなの価格を高くしてもしゃあないわけね。うん、なんか極端に安い金額でやってると思うんですけど、それをこううちらの方に来られてもね、困るわけね。できねえからみたいななってくるわけね。じゃあ僕はどうやってそれを判断していたのか、お客さんにそうやって聞いてくれて、僕はなんて質問して、僕はその人は断るべきか断らないべきかって判断していたのかっていうと、僕はなぜ当社に相談するんですかと、例えば住宅メーカーが用意している太陽光でいいじゃないですかっていうふうに言うわけで、うちじゃなくていいじゃないみたいな、うん、今度新しく家建てるんで辻さんにも太陽光を見てほしいってこうやって言われたりもするんですけど、でもじゃあその今度家建てるところでお願いすればいいじゃないですか僕が言うんですようちじゃなくていいですよねみたいなことを言うわけですね。うん、そしたら例えばそのハウスメーカーはその海外製しかできないって言っていると、だけどやっぱ国産メーカーでシャープでやりたいんだって、だからシャープで試算してほしいんだっていうふうにっていうちゃんとした理由がある人とかね、で別に価格で、もちろん価格も大事だけど価格だけで決めているわけじゃないんですとか、信頼できる業者にお願いしたいと思っているんですとか、そういう理由があれば、ちょっとお話聞こうかなみたいな風になるんですけど、そういう理由がなかったら即断るんですねもう一瞬で断りますみたいな、うん、でもったいないと、安くしたら売れるんじゃないのかと、その月の売り上げが1円でも多くあったらいいんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないですけど、経営者なら思うと思うんですけど、僕はねそれは違うと、歯食いしばって断りましょうと、うん、そんなんそれを言うのはアフターしてないからじゃないのかなと、アフターフォローしたことないでしょうみたいな、はい、うちのそのね父親社長はアフターフォロー一切しなかったですよ。僕が全部やってきましたからね一人で全部やってきた、もうほんとすんごいトラブルもいっぱいいろいろあったんですけど、それ全部僕一人で解決してきてましたから、これはかなわんなっていう風になったわけね。で僕は携帯電話の番号も教えているわけですから、もうそうなったら携帯電話がまあ鳴りやまないみたいな何かあったらすぐ電話かかってくるみたいな、しかも些細なこと、どうでもいいこととかでものすごい劣化のことが起こってくるわけですよ。めちゃくちゃ鬱陶しいです。はい、もうすっごい嫌だったんで、もうそういう経験をしたので、もう絶対に取らないというふうに思ったわけ、ね、でそんなんがもう食らうと、もう他のことができないわけよ。もう精神がそっちの方にも食い潰されてしまうみたいな感じになってしまって、うん、でそういう安値を求めるお客さんって、僕の経験上ですけど、どれだけ安くしても制約になる可能性っていうのはめちゃんこ低いんですよね。低いですよね。はい、僕めっちゃ低かったです。はい、もうあてうまにされてるだけやなっていう感じました。うん、でそれにいいお客さんじゃありません。はい、うん、ただでさえ激安価格なのにもっと安くしようと思っているバカの可能性が高いわけですよ。だってすでにその新築のハウスメーカーから激安の見積もりが来てるのに、お前のとこはいくらだっていうふうになんかその確かめようとしてるわけじゃない。こんなのはもう真っ平ごめんだったなと、もういっぱい来てましたよ。はい、直接来る人もいました。はい、積水ハウスで家建てるんだけどさ、その積水の建てる太陽光の金額が適正かどうか確認したいから、お宅でも見積もり作ってよとか言って作らへんちゅうねみたいなもう口頭で言います、口頭で言いますねって、いくらです、何キロですか、じゃあいくらぐらいですねって、相場それぐらいなんで、それより安かったらそれでいいじゃないですかって、
もうそれで OK だと思ったらそっちの積水でやったらいいと思いますよと、積水さんそんなに無茶苦茶な工事しないですからとか言ってねもうなるべくこっちに来ないようにこっちに来ないようにみたいな風にしていました。はい、もう本当嫌だったなと。あとまあ他にもねハウスメーカーが絡んで太陽光やってくれっていうのもありましたけど、もう本当トラブルでしたそれはもうハウスメーカーの営業マンが悪かったんですけど、もう本当もうねもう大変だったんですよ。はい、お客さんと僕は直接話すことができずに、もう必ずその営業の担当マンが間に入って、まあ、直接会って話させてくれっていうのに話させてくれないわけ、ね、で担当者がどんどんコロコロ変わるんですよ。でなんで変わるんですかって聞いたら、いやそのお客さんものすごくきつくてねとかっていうのよ、そんなにきついお客さんなんやと。その窓口に立ってる、ね、住宅営業の営業マンが、まあ、助かるなというふうに思って、でいざその工事の時引き渡しの時とかね会いに行ったらめちゃくちゃいい人やったからね話聞いてた話とえらい違うやないかいみたいなのはよくよくある話です。はい、まあそんなも含めてなんですけど、もうそういう、もう極端に安値を求めるお客さんっていうのは僕はもう基本的に断っています。はい、でなんでそのうちに相談するんですかと、ただ安いところがいいんだったら、例えば緑電機とか今エディオンだとかそのヤマダ電機とかで見積もり取ってどうしようかと悩んでるって言ったら、じゃあ緑エディオンとかヤマダ電機の方がいいんじゃないですかね、あそこ一部上場の企業ですよとあっちがいいと思うならあっちでやればいいじゃないですかと、うちでやる必要がありますみたいな、価格の安さだけで判断するんだったらうちじゃなくていいですよねと、僕じゃなくていいですよねと、だって値段で判断するんでしょ、僕である必要性がないからもう別に僕じゃなくていいですよねっていうふうに僕は断っています。でも逆にお客さんからね、いや辻さんにお願いしたいんだっていう言葉が出た瞬間、分かりました、じゃあ行きましょうねっていうふうになるんですね。だから僕を買ってくれているかどうかっていうのを判断しています。もう基本的にはね、だからもう本当ね、そんな基本的にはもう断りモード全開で僕はメールしますし、断りモード全開で対応します。それでお客さんがうわ断られてるっていうふうに思ったら、相手こうちょっと必死になって、いや違うんですっていうふうに来ますからねだから断りモード全開で最初喋りましょうねと。で断られてもまあいいやっていうふうに思ってる人っていうのは、ただのその見積もりの料金を安くさせたいがため、当て馬にさせたいがために僕のその見積もりが欲しいと思ってるだけですから、そんならもうクソ客ね、もう どうでも客だからもう切っちゃいましょうねと。でも本気で考えている人とかってなってくると、僕から断られた瞬間、ちょっと待ってください違いますよと、値段の安さだけで決めてるんじゃないんですっていうふうにお客さんが真剣になってくれますから、あだから断ればいいんですよ最初に断りモード全開で断っていきましょう。本気で検討している方は違うんですって言って真剣になってくれますからね。だから問い合わせが来たらどうしたらいいんですか、断りましょうみたいな、あそう最初から、ね、一貫しているように断ったらいいんですよということを言いたいですね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。